こんにちは。まあね、毎日毎日ちょっと、コロちゃん関係で申し訳ないんですけど、まあ、ちょっとね、思ったことがあって、まあよくね、最近はその物のね時代から心の時代になったとかって、まあ物質的なね、社会、物質的なものを求める社会から、まあ精神的なね、充足感をこう求める社会になったとかっていう、まあ、そういうふうにね、言われることもあったと思うんですけど、まあね、今回のこのコロちゃん騒動でね、まあまだまだ全然物質的なものの社会だったんだなっていうのが、まあ特にまあ日本ですけどね、まあそういうふうになことがまああぶり出された感じだなとちょっと思ったんですよね。もしこれがね、ま、本当に心の時代、精神的な、充足感を目指すだけであれば、まあこんだけね、金くれってならないわけで、まあやっぱりまだまだ物質にすがってる、ものにすがってるところなんだなっていうことをちょっと思ったわけでございまして、でまあじゃあ今後どうなっていくかっていうところで、まあおそらくはね、どれぐらいの期間かはわからないんですけど、まあ一時的にはいわゆるこう物不足、今までは本当にこう使っては捨てっていう風なことができる、まあいわゆる物余りの社会やったと思うんですけど、まあそれがね、まあおそらくは一時的には物不足の時があると思うんですけど、まあそうなった時にね、どうなっていくか、その一つのものをみんなで分かち合う、そういう社会になっていくのか、それともその一つのものをみんなで奪い合う社会になっていくのか、それっていうのがまあ僕たちが何て言うかな、決められる範囲なのかな。まあそれはね、日本全体っていうレベルもあるでしょうし、あなたの住んでいる、町とかそういう風な単位でもあるでしょうし、もっとね小さい本当に、自分の周りっていう、まあ、そういう単位でもね、そういう風な一つのものをどうしていくか、どう思っていくかっていうのは、まあそれぞれ自由なわけで、まあ、それがね、最終的にはこう試されていくのかなと思ったりしているところでございます。まあできればね、本当一つのものをこう分かち合う社会になってほしいなとは個人的にはすごく思うわけですが、まあね、まあ皆さんもご存知の通り、まあ、トイレットペーパー騒動とか見てる限りはなかなか、こう僕たち自身のその何て言うかな、マインドっていうか考え方というか、そういったものをこう変えていかないと、変わっていかないと、まあ難しい問題でもあるのかなと思っているところでございます。まあね、もちろんそういうふうなね、一つのものをどないかせなあかんっていう、まあ、そういうふうな究極のね、状態っていうのは来ないことを願うんですが、まあ、いわゆる持たざる国、日本ですから、ね、世界的なコロちゃんになってる状況では、やっぱりそういった資源がね、入ってこないっていうことは、やっぱり想定されるところであって、で、まあ、来なきゃいいですけども、まあそういうふうなね、一つのものになった時に奪い合うんじゃなくて、分かち合うようなことができれば、そういう社会になればね、いいなと思ってる次第でございました。ということでね、まあ、ちょっとふとそんなことを思った次第です。ということで、またお願いします。